今僕は東大の方キャンパス歩いてるんですが、なんかすごく雨が降ってきていて、なんか梅雨みたいだよね。今日はね、授業があるんですけど、認知オムニバス講義というので、ね、1回限りなんですね。で、何人かの先生がやるんですけど、池上隆が、もう十何年前かな、誘ってくれてずっとやってるんですけど、それが15号館というところで、大隅先生が、ノーベル賞を取る研究をされたところが15号館なんですよね。あたり、同じ建物かわからんが、工学研究だけでやったって。で、それで、普段授業いろんなところでやるんですけど、なんか15号館がなんかね、ホームみたいな感じがちょっとあるね。ちなみにこうなんかラクロス、ラクロスなんかいつもやってる。だから今日は15号館、なんかホームベースだなみたいな感じがして、ちょっと嬉しい、ほっとする感じがするんですよ。ずっとそこで授業やってるってこともあるし、池上の教室が14号館あのあたりだし、なんとなく15号館あたりってのは、ちょうど僕は昔博士課程だった時に、今は亡きも理学部1号館という建物があって、そう、201教室、201号室だったかな、に、教室があって、そこがホームみたいな感じだったんですけど、そういう感じで、15号館、なんとホームな感じがするんですよね。すごい雨が降ってます。これ桜だよな。桜って、桜だよね。ソメイヨシノって書いてある。ね。花咲いてるときはみんな見てくれるのに、この緑の一番、このときはあんまりみんな興味を持たないんだよね、ソメイヨシノね。かわいそうなソメイヨシノくん。ということで、これもソメイヨシノだよね。なんかみんな興味持ってくんないんだよね。今日だからその、審議相手の授業をするんですけど、なんか楽しい時間ですね。授業をするっていうのは、ホームで授業して、いろいろ学生と喋って、楽しい。そういう時間が楽しい。これがイチョウ並木ですね。大昔僕は1、2年生として歩いてたんですが、昔です。そして、ここが15号館なんですが、この大隅先生の、ノーベル生理学賞、オートファジー名称を初めて解明したという、石碑があります。だからね、大隅先生、僕も頑張ろう。